東日本うまいもん弁当を買ってきました。 JR 東日本30周年記念の駅弁になりますね。東京駅の駅弁ですね。NRE 大松さん製造、まあ日本レストランの駅弁と言っていいと思います。で、外側の掛け紙を取りますとこんな感じですね。ラベルですね、見えるかな、こんな感じで1650円っていうね、すごい高い豪勢の駅弁ですね。で、裏側はこんな感じで、あ、これお品書きになってんですね。あ、いいね、こういうものが入ってますよっていうことで、東北から関東甲信地方ですね、甲信越っていうのかな、の美味しいものが詰まってますね。ということで開けてみますね。こんな感じですね。いや、まさにうまいもんがねぎっしり詰まってますね。先ほどのねお品書きと一緒にこう見比べながら食べるといいですよ。いや、なかなか美味しそうだこの駅弁は。はい、ということで東日本うまいもん弁当でした。